回の参議院選挙の全体の結果で何よりも重要なことは、自民、公明、維新などの改憲勢力が改憲発議に必要な3分の2を割ったことであります。自民党が勝ったなんてこと言ってますが、改選費で9議席を減らし、参議院での単独過半数を大きく割り込んだことも重要であります。安倍自公政権に痛打を浴びせるこの結果を作る上で決定的役割を発揮したのが市民と野党の共闘でした。私たちは全国32の1人区のすべてで野党統一候補を実現し、10の選挙区で大激戦を制して勝利を勝ち取りました。多くの自民党現職議員を打ち破っての10議席は文字通りの躍進と言っていいのではないでしょうか。安倍首相が2回応援に入った1人区は8選挙区ですが、そのうち6選挙区で野党が勝利、勝率は 75% になります。もう一つあるんですが、安倍首相が行った演説箇所数で見ますと、新潟県8箇所、宮城県6箇所、滋賀県6箇所、この3県がベスト3になりますが、3県のすべてで野党が勝利、勝率は 100% になります。すなわち安倍首相が入れば入るほど野党が勝つ、これが安倍首相の選挙応援の法則に他なりません。日本共産党は全国どこでも市民と野党の共闘の成功のために誠実に努力し、その発展に貢献することができました。これを深い確信にして総選挙に向け共闘をさらに大きく発展させるために、とことん頑張り抜く決意を申し上げたいと思います。日本共産党の結果は、埼玉で伊藤岳さんが激戦接戦を制して勝利し、21年ぶりに議席を回復しました。選挙区選挙で全体として現有の3つの議席を確保することができたことは重要な成果であり、共に喜びたいと思います。比例代表選挙で日本共産党が改選5議席から4議席に後退したことは残念です。同時に直近の2017年の総選挙の比例代表と比較すれば、得票数を440万票から448万票に、得票率を 7.90% から 8.95% にそれぞれ前進させたことを強調しています。全国の皆さんの大奮闘によって比例代表で得票数、得票率ともに押し返した、これは次の総選挙で躍進を勝ち取る上での重要な足がかりを作った、私はこのことを確信を持って言いたいと思います。この4年間、私たちは他の野党の皆さん、多くの市民の皆さんと手を携え、共闘の力で3回の国政選挙、2016年の参院選、17年の総選挙、そして19年の参院選を戦ってきました。日本共産党の国会議員団は現在衆参で25人ですが、それに加えまして我が党も共闘の一翼を担って
その勝利に貢献した国会議員、言うなれば私たちの友人の国会議員が衆参で50人を超えた、これが到達点になります。こうした共闘の時代へと日本の政治を変える上で大きな契機となったのが安保法制反対運動の国民的高まりと、野党は共闘の声に応えて安保法制が強行された2015年9月19日に我が党が行った戦争法安保法制廃止の国民連合政府の呼びかけでありました。国政レベルでの選挙協力は我が党にとって体験したことのない新しい取り組みでした。どうして私たちがこの歴史的踏み切りをすることができたのか。共闘の2つの源流とも呼ぶべき先駆的な流れに私たちが学び背中を押された結果でした。第一の源流は国民一人一人が主権者として自覚的に声を上げ立ち上がる新しい市民運動であります。第二の源流はオール沖縄の戦いであります。小長さんが私にこうおっしゃった。これまで沖縄では基地を挟んで保守と革新が対立していました。そのことで一番喜んでいたのは日米両政府です。これからは保守は革新に敬意を持ち、革新は保守に敬意を持ち、お互いに尊敬する関係になっていきましょう。こう笑顔で語りかけてこられたこの言葉を私は忘れません。次の大きな節目となったのが2016年7月の参議院選挙でした。16年2月19日与野党党首会談が開催され、安保法制の廃止、安倍政権の打倒を目指し、国政選挙で最大限の協力を行うという画期的な合意が交わされました。私は一人区の候補者調整については思い切った対応をするということを表明しました。我が党はこの表明に基づき、一人区のほとんどで予定候補者を下ろし、野党統一候補を実現するという対応を行いました。2017年10月の総選挙は共闘を破壊する逆流を乗り越えて次につながる重要な成果を作った戦いになりました。共闘が崩壊の危機に瀕した瞬間、9月28日のその日に我が党は逆流とは断固として戦う、共闘を決して諦めないという2つの態度表明を行い、直ちに行動を開始しました。私は我が党が共闘が危機の崩壊の危機に瀕した非常事態のもと、一方的に候補者を下ろしてでも共闘を守り抜くという判断を行ったことは、日本の政治に民主主義を取り戻すという大局に立った対応であり、正しい判断だったと確信しております。日本共産党自身はこの総選挙で悔しい後退を喫しました。ただこの時に私たちが何よりも嬉しかったのは、各界の多くの識者の方から共産党は身を挺して逆流を止め日本の民主主義を守ったとの評価を寄せていただいたことであります。議席を減らしたが市民の皆さんとの信頼の絆は強まった、ここに総選挙で私たちが得た最大の財産があると私は考えております。今回の参議院選挙では
本気の共闘を作る上でも、お互いに譲るべきは譲り、一方的対応を求めることはしない、みんなで応援して勝利を目指すことが大切だと率直に訴えて、野党各党との協議に臨みました。その結果、日本共産党が擁立した候補者が野党統一候補となった選挙区が、3年前の香川1県から徳島高知、鳥取島根、福井の3選挙区5県に広がりました。とりわけ徳島高知選挙区で松本健二候補が20万1820票、得票率 40% を獲得したことは画期的な戦いとなりました。松本候補は無党派層の5割を超える支持を集め、野党比例票合計の 123% の得票を獲得しました。個人加入の幅広い市民組織高知憲法アクションで提出された参院選の総括に関わる文書を拝見しましたが、このように述べております。共産党の候補では勝てないという主張を高知徳島5区で事実上崩したことは大きい。一方的情報を求める理由として勝てない論があったことは事実で、これを一部でも克服したことは今後の野党共闘の発展に計り知れない貢献をしたと言えるのではないか。共産党の候補者でも勝てる、この可能性を示したこの戦いは、私は次の総選挙で小選挙区でも全国各地で風穴を開けていく戦いに新たな展望を開く画期的な意義を持つものだと考えるものであります。ぜひやろうじゃないですか。共闘が発展したのは1人区だけではありません。複数定数区でも市民との共闘が発展し、日本共産党の前進勝利へと実を結んだ経験が作り出されました。私が印象深いのは、選挙終盤の7月15日、岡野弥生同志社大学教授が私と並んで日本共産党と倉林首相を訴えてくれた時のことであります。岡野さんはこうおっしゃった。私は今日結党97周年を迎えた共産党が史上初めて、そして日本の政党として唯一掲げられたジェンダー平等政策がいかに画期的で日本社会にとって不可欠な提案なのかについて、30年間ジェンダー研究をしてきた者として力の限り訴えたい。高岡さん切り出しまして、熱烈な迫力満点の応援をしてくださいました。京都でこうした市民の皆さんとの共闘を大きく進める契機となったのは、これも2017年の総選挙で共闘破壊の逆流に抗して我が党が断固として共闘を守り抜く態度を取ったことでした。さらに翌18年春の府知事選挙で市民の皆さんとの共闘が大きく広がり、今回の参議院選挙では多くの市民の皆さんが初めて共産党の街頭演説や演説会でマイクを握り、なぜ私が日本共産党を支持するのかをそれぞれの思いを込めて語っていただく選挙になりました。共闘に対する一貫した誠実な姿勢の積み重ねが素晴らしい勝利へとつながっていったのが京都の戦いだったと私は思います。ご野党会派は市民連合の皆さんとの間で13項目の共通政策を確認して選挙を戦いました。安保法制、憲法、消費税、沖縄、原発、
など国政の基本問題で共通の旗印が立ちました。幅広い国民の皆さんの共通の願いがぎゅっと詰まった戦いの旗印であります。全国の皆さん、共通の旗印を高く掲げて安倍政権を追い詰め、国民の願いを実現する共同の戦いに大いに取り組もうではありませんか。私は開票日のインタビューで、多様性の中の統一という立場が大事ではないかと話しました。野党はそれぞれ個性があってもいい、違いがあったっていいじゃないですか。違いをお互いに認め合い、リスペクトし合って、国民の切実な願いに即して一致点で協力する、多様性の中の統一、ユニティインダイバーシティこそが一番の民主主義ではないでしょうか。大体相手は多様性ゼロじゃないですか。安倍首相の言うことは何でも賛成、言う前から忖度する、そんな忖度政治と比べれば、多様性の中の統一を目指す野党共闘にこそ未来はあるのではないでしょうか。今一つ私が大切だと実感しておりますのは、互いに学び合うということです。我が党は今回の参議院選挙でジェンダー平等を政策の柱に据え、街頭でも大いに訴えました。これはこの問題に先駆的に勇気を持って取り組んできた市民の皆さんの運動や研究者の方々の成果に学んでのものでありました。今日もたくさんお見えになっておりますが、 JCP サポーターの皆さんと双方向で意見交換をしながら選挙を戦ったことで、これまでにない方々に党の魅力が伝わったことも喜びであります。令和の掲げている政策の内容は我が党と共通する方向です。山本代表は野党共闘で政権交代を図りたいとの立場を表明しています。私たちは市民と野党の共闘の発展の中で、こうした政党が新たに誕生したことを歓迎するものであります。共闘には解決すべき大きな課題があります。それは政権問題での前向きの合意をすることであります。そのことを私は2つの問題からお話したいと思います。第1は、今回の参議院選挙の投票率が 48.80% と過去2番目に低かったという問題です。こうした状況を前向きに打開する上でも、私は野党共闘が今政治を変えるという本気度が国民にビンビンと伝わるような共闘へと大きく発展させることが強く求められていると思います。そしてそういう本気度が国民の皆さんに伝わるためには、安倍政権に代わる野党としての政権構想を国民にお示しすることが不可欠ではないでしょうか。投票率が 10% 上がれば選挙結果の激変が起こります。 20%、30% と上がれば政権を吹き飛ばすことができるでありましょう。第二の問題として、安倍首相がかつての民主党政権を持ち出して自分の政権を美化するとともに、野党共闘への攻撃を行い国民の支持をつなぎ止める、このことを一貫した戦略に置いているという問題です。大体
民主党政権を持ち出して野党共闘を攻撃するのは筋違いの攻撃であり、言われなき攻撃だということであります。今市民と野党の共闘が目指しているのはかつての民主党政権の復活ではありません。共闘が目指している政治は市民連合との13項目の共通政策が示している政治であります。そういう共通政策を堂々と掲げて戦っている野党共闘を民主党政権への逆戻りというレッテルを貼って攻撃するのは事実をねじ曲げた卑劣な態度というほかないではありませんか。もうこういう攻撃が通用しない状況を作りましょうよ。こうした言われなき野党共闘攻撃との関係でも今野党が安倍政権に代わる野党としての政権構想を打ち出すことは安倍首相による攻撃への断固たる回答となり、攻撃を根底から打ち破る決定打になる、このことを私は訴えたいのであります。野党連合政権の土台はすでに存在しています。問題は意思です。意思さえあれば野党連合政権の道を開くことは可能だということを私は訴えたいのであります。市民と野党が一緒になって安倍政権に代わる野党の政権構想、野党連合政権を正面からの主題に据えた話し合いを開始しましょう。安倍政権にもうこれ以上こういう国の政治を委ねるわけにはいきません。安倍首相は参議院選挙で憲法改定と野党攻撃以外に語るべきものを持ちませんでした。他に語ることないんですよ。もうごく一握りの大企業と富裕層に巨額の富が蓄積し、国民の中には貧困と格差が広がる、この否定できない現実を前にして、もはや安倍首相はアベノミクスを吹かすというあのお決まりのホラすら語ることはできないじゃないですか。安倍首相が自慢してきた地球儀を俯瞰する外交なるものも、対米外交は追随、対露外交は屈辱、対韓外交は破綻、八方塞がりに陥り、地球儀の蚊帳の外の外交であることがすっかり露呈してしまったではありませんか。国民に語るべきものを持たない政権には退場してもらうほかないではありませんか。私が最後に訴えたいのは、日本共産党を政治的組織的に躍進させることこそ市民と野党の共闘を発展させ野党連合政権を作る最大の力となるということです。日本共産党は今年で党を作って97年、合法的権利を勝ち取って74年になりますが、国政選挙で選挙協力を行い国政を変えるということは党としてもかつてない新しい探求の道であります。そして皆さん、世界を見渡しても日本のようにですね、共産党が保守を含む広範な諸勢力と共闘して右派反動政権を倒す戦いに挑んでいるという国は他に見当たりません。今日本で取り組んでいる共闘は世界でも他にないユニークな共闘だということもご報告しておきたいと思います。私は最後に呼びかけます。我が党にとってもかつてない新しい探求の道、世界でも足りないユニークな探求の道を共に進もうではありませんか。今日の私の話に共感していただいた方はどうかこの機会にここでお会いしたのもご縁ですから、日本共産党に
入党していただき、前人未到の探究と開拓の道を共に切り開いていこうではありませんか。